楽器レコーディングの様子をご覧ください。一回ちょっとじゃあ全体つらっと流してウォーミングアップ兼ねて、うん、頭からお願いできますか。ではお願いします。イントロ2のうんパッ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 パーっていう動きなんですけど、全く同じスタッカート全部っていうことよりももうちょっとニュアンスつけたいので、3拍目1小節目の3拍目の音と2小節目頭の音をちょっと長めのスタッカートといいますか。あ、前半自分ね。なるほど、はい、じゃあそれに順次と残りもいって感じだね。うん、たった、うん、パッパッパン、パッパッパン、パッパッパッパーっていうイメージがいいかなと思います。はい。じゃあ 1C から。はい。どんどん行かせてください。いい感じです。ありがとうございます。じゃあ三重ダッシュの5678を作詞やります。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ3B2 つ前です。お願いします。114、115って、まあ、この曲で一番勢いつけるとこなんですけど、パワー的にというか、なんだろう、イケイケ感的に、より高みってありますか？あると思います。あ、大丈夫ですか？一回ちょっとトライしてもらっていいですか？割とこっからはビッグバンド的な世界になっていくんで、全員しっかり揃ってきっちりと吹くっていうよりはちょっとバラバラなことをやってるぐらいでも全然大丈夫ですんで、はい、演奏者的に楽器の特性的にかっこいい方向で自然に作ってもらったらいいかなと思ってます。はい。
117の1裏だけかかるんですか。はい、はい。ありがとうございます。じゃあ次行きまーす。ずっとそっマントから聞かせてください、最後まで。はい。ありがとうございます。銀賞と全然もう素晴らしかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回編曲アレンジの方を担当させていただきました加藤雄介です。もう星部さんから楽曲の、デモと素材をいただいた時点からもある程度のコンセプトは固まってたんですが、吹奏楽を今回はテーマにしようということで、コンセプトがそういうコンセプトがありまして、僕の方ではそれをよりなんか本当の吹奏楽を経験してる人もしてない人も吹奏楽的な感じのアレンジとして聞こえるように一つ一つの音を作ってアレンジをまとめていったっていうのが僕の仕事になります。そうですね、やっぱりあのきっちり譜面通りに皆さんがこう吹いてねっていう風にすると、そこまでのものにしかならないことが多くて、上手ですねっていう印象になってしまうんですね。それを音楽を聴いていただく方が、あ、これ楽しいなっていう風になるには、やっぱりみんな吹いてる演奏者の皆さんも楽しんで吹いてもらわないといけないですし、もちろん歌ってる皆さんもそうだと思いますし、そのあたりを忘れてしまわないようにっていうことは、今回のレコーディングは特にこういう曲なんで、気をつけようと思ってレコーディングしました。まあ、ビヨンズの楽曲は他の方が手掛けられたのも大体すごいこだわりがいろいろ詰まってるんですけど、今回も楽器のことですとか、ちょっとしたテンポのことも含めていろいろ細かいこだわりをたくさん、まあビヨンズなんで詰め込みすぎてもいいっていうぐらいのつもりでこだわりを詰め込んだつもりですので、そのあたりを、じっくり聴いていただくのもいろいろ発見があると思うので、聴いていただく皆さんには、一回さらっと聴いた後でこの楽器の音ここでこうなってるとか、ここはどんな気持ちで演奏したみたいなのが伝わるように撮れてると思いますので、そのあたりを何回も、リピートして聴いていただけたら非常に嬉しいです。